スコットランド、オークニーの伝統的な六畳大麦のバノック。切り分けられた一辺は、スコーンと呼ばれる。バノックは、多種多様にある、大きく平らな促成パンの一つである。この名称は、穀物を調理して作られる体型で、円形の食品を指す場合にも使用される。円形のバノックをくさび型に切り分けた場合、設計のバノックを、スコーンと呼ぶことがある。スコットランドでは、 バノックとスコーンという二つの用語は同じものを指す場合がある。バノックはケルトに起源を持つ、古英語の言葉である。オックスフォード英語辞典は、焼いたものを意味する、ラテン語、パニシアム、またはパンを意味する、ラテン語、パニスから派生した言葉であると説明している。この言葉が最初に引用されたのは1000年のことで、最初に定義づけられたのは1562年であった。 歴史的には主にアイルランド、スコットランド、北、イングランドで使用されてきた言葉である。スコットランドの詩人ロバート・バーンズは、一品する通、ジェームズ・テナント・オブ・グレンコナー内で、アレクサンダー・テナントに関して、バノックを引き合いに出している。もともと、バノックは種を加えないオームディア・オートミールのパン生地を円形や楕円型に成形した後で、グリドルの上で焼いた、重く平たいパンである。 北スコットランドでは19世紀以前は、バノックをバノックステインという、大きく平らな円形の砂岩を直接火の上にかけて、その表面で調理していた。現代のバノックのほとんどは、ベーキングパウダーやベーキングソーダを膨張剤として加え、軽く気泡を含んだ生地を使う。材料が小麦粉か引き割りから粉か、パン酒を加えるか加えないか、何か特別なものを混ぜ入れるかどうか、 どのように焼くのか調理するのか、それが使用される儀式や、祭典の名称といった様々な要素により、バノックに類似したものには、それぞれ異なる名称が付けられ区別されている。歴史的には、ゲール人は、春に聖ブリギッドのバーノック、夏にベルテインのバノック、秋の収穫にルーナサカ、ラマスのバノック、冬にサウィンのバノックといった季節の変わり目を祀る儀式で、 特製のバノックを用いた。その他スコットランド人やケール人の特製。バノックには、六条大麦のバノック、昆霊のバノック、タラのレバーのバノック、嘆きのバノック、ホーレードのバノック、横笛のバノック、ホグマネーのバノック、マリマスのバノック、マシュラムのバノック、ミカエルマスのバノック、エンドウ豆のバノック、ピトケースリーのバノック、塩のバノック、ソーティのバノック、 洋室ルキンバイのバノック、セイコルンバのバノック、シガのバノック、イェットホルムのバノックやユールのバノックといったものがある。広く知られているスコットランドのバノックは、小麦粉から作られ、非常に多量のレーズンが入るふわふわで、バターがたっぷり入り、フルーツケーキと比べられることがある、セルカークバノックである。このバノックを最初に作ったとされるのは、ロビーダグラスというパン屋で、 1859年にセルカークで自分の店を開いた。ビクトリア女王がアボッツフォードにいるウォルター・スコット教の孫娘を訪問した時にセルカーク・バノックを添えたお茶を飲んだと言われており、この話がセルカーク・バノックの名声を永遠のものとした。現在、セルカーク・バノックは英国中で一般的なものとなり、ほとんどの大きなスーパーマーケットで見つけることができる。 イヌイットのバノックバノックを調理するイヌークの女性揚げパンやインディアンブレッドとして知られるバノックはカナダやアラスカのイヌイット、エスキモ、その他のアラスカ先住民族、カナダのその他のファーストネーション、米国の先住民族やメティといった先住民族の料理の中に幅広く見られる。北アメリカの先住民族が作るバノックは一般的に精白化全粒の小麦粉、 ベーキングパウダーと水を混ぜ、こねてから、溶かした、ジュー視、植物油やショートニングで揚げるか、オーブンの中で焼くか、焚き木の上で調理される。植物の根や樹液から作った粉や膨張剤といった、手近に入手できる材料を使用する種類のバノックは、大陸の外から来たものと接触する以前から、北アメリカの先住民族により作られていたと思われる。いくつかの情報は、 ーートサムナナに隔離されたバノックは知られていなかったことを示しており、他方ではバノックはスコットランドから伝わってきたという情報もある。バレは大麦粉からフライパンを使用して作られるチベット料理のバノックである。ありがとうございます。